今日はこういうメンバーでですね、笠間市の栗がちょうど今旬の時期でございますんで、知事に一層笠間の栗を期待していただこうと思いまして、皆さんでお邪魔させていただきました。よろしくお願いします。なんかそうですね、今年は一つ栗が多かったりとか、三つ入ってるのがちょっとあまりないものでして、食べては肉厚で、美味しくて甘みがあって、すごく美味しいな栗です。栗だけでもですね、こんな種類があるんです、本当に全国でも圧倒的な生産量ですね。そうですね、生産量というか、生産面積が今日本一だということで、これは小沢さんのところの焼き栗ですので、こう割って早速、ちょっと食べてみてください。美味しいですね。ありがとうございます。本当ありがとうございます。新栗祭りっていうのがこの30日1日と、はい、ちょっとでもあっちの方を撮る機会があったら、ね、立ち寄っていただいて焼き栗してまんでみたいな、はいはい、デパートとかそれこそスーパーみたいなところでフェアしてもらって、この時期と合わせて、はい、でこの宣伝も兼ねてやったら面白いんじゃないかなっていう、ね、向こうに情報が、そう今年もう間に合わないけど、ね、来年以降そういうこと考えたら一緒になってタイアップできたら面白いですよね。今年も美味しい栗がたくさんできましたので、ぜひみんな皆さんに食べていただきたいと思ってます。今年で第11回を迎えました新栗祭りで、今年はテーマを決めまして、巨大モンブランということで、土曜日の30日には洋菓子屋さんの巨大モンブランを作ります。で2日目は和菓子屋さんの、巨大モンブランを作ります。はい、ぜひ見に来てください。